白石町の笠井喜久夫です。新型コロナウイルスにかかるまん延防止等重点措置が千葉県においても7月の11日まで延長される中、都内では新規感染者数の増加傾向が続き、再拡大の可能性が懸念されています。本市において新型コロナワクチン接種が始まり、1ヶ月以上が経過しました。本市の65歳以上の接種者は7月1日時点で 12,289人となり、そのうち 7,409人、 41.6% の方が2回目の接種を行い終了したところです。昨日7月1日には55歳から59歳の方へクーポン券を発送しました。国の大規模接種センターや職域接種を希望する18歳以上の市民につきましては、市のホームページの千葉電子申請サービスから手続きをしていただきますと、申請後1週間ほどでクーポン券が送付されます。なお接種過誤などを防ぐため、千葉電子申請サービスで申請された方は市内の医療機関での予約はできなくなりますので、ご注意願います。また満12歳以上の基礎疾患を有する方にもクーポン券の交付を行っています。詳しくは市のホームページをご覧ください。今後のワクチン接種スケジュールにつきましては、現時点では5歳刻みで順次クーポン券を発送し、12歳までの全ての対象者に対して10月までにはクーポン券を発送する予定です。暑さが本格化するこれからの季節は、マスクの着用による熱中症のリスクが高まります。周囲の人との距離を十分取った上で、適宜マスクを外すなど感染症対策とともに熱中症の予防にも十分ご注意ください。ワクチン接種に対する期待は大きいところですが、引き続き市民の皆様一人一人の感染対策の徹底にご協力をお願いいたします。